大野文泉筆、黒田綾山肖像、金星名家肖像、黒田綾山文化11年4月21日は、江戸時代中期後期の文人画家。名は、良、良歩、字は良介、中良、郷は、綾さんの他に木雲同人など。佐抜木高松出身だが、備中玉島に移住し、岡山県域の文化集団の基礎を築いた。高松田町の町屋に生まれる。 幼少の頃から読書とがお好んだという。最初のガノシは、江戸の幕臣にして仮の画家加藤文礼だったという。やがて、池大河に死縮して二十一歳の時、大阪に出て、大河の皇帝、福原小竹に入門。道門の林縁と親友となる。二十六歳の時、微中玉島に遊歴し、売り顔して暮らし、土地の人々と信仰を結ぶ。その後、山陽道、 佐抜、慶ケなど諸国を遍歴したが、天明5年再び玉島に戻ると永住を決意。当時、天領であった玉島は海運を中心に商業が発達し商人の町として活気があった。居宅を木具靴と命名して、蛾を持って生計を立てた。天明の貴金の時は旧民に自らの蛾を与えて援助した。最初の妻に先立たれたが、 再婚し44歳を過ぎてから2条を設ける。次第に、画業の名声が高まり、丹波亀山藩に絵として昇平されるが、これを固く自体。それでも亀山藩からは交遇され、修正放録が支給されている。家庭では次女を3歳で亡くし、妻も創生する不幸に見舞われた。綾さんは、名、暮れの千密の画風を警護。若き日の田野村竹伝は、綾山に、 画の批評を凍ったという。書風は、大宮日に傾倒し、独自の書風を持った。詩文を、よくし和歌も読んだ。関茶山、西山節祭、大春水、皆川紀縁横溝と福竹光重など、名だたる文人と交友した。六十歳にて病没。墓所は、岡山県倉敷市玉島の竹浦共同墓地にある。法名、通行量三居士。 門人の岡本綾子は、綾山没後に、県筆の桑立大阪の樹舎、篠崎小竹に専文を依頼したのだが、資金難から長らく石踏みを立てられずにいた。しかし、白上白氏に指示した、不詳、中原国家が中心となって、費用を捻出し、綾山没後34年後に当たる亀元年ようやく、丸山幸運寺に、綾山黒連王の日が立てられた。 古城 P74、四やさんの号は、故郷高松の西にある山、綾の松山にちなむという。古城 P38、同時期、両館も修行のため滞在しているが、二人の交渉はなかった、ようだ。ありがとうございます。